どうも斉藤紳士でございます。さあ今日はですね、海外文学紹介シリーズ、今日ご紹介するのはこちら、サリンジャーの9ストーリーズの中からですね、バナナフィッシュにうってつけの日でございます。はい、僕が、今まで読んだ小説の中で一番好きなタイトル、バナナフィッシュにうってつけの日。これいい。この新潮社から出てますですね、野崎隆さんの役のものが一番僕は好きです。なぜならばバナナフィッシュにうってつけの日、こんないいタイトルあります？うってつけの日、これがいいですよね。実はですね、本当に最近というか昨日なんですけども、僕が書店に行きましたところですね、ナインストーリーズがなんと川出書房から、川出文庫で出ておりました。はい、びっくりしました。で、ちらっとこう目次を見たところ、まあ内容一緒なんですけれども、バナナフィッシュ日和になっていました。これショックなんです。僕結構あるんですよ、バナナフィッシュ日和っていう人。ちょっとごめんなさい、僕のセンスじゃないな。僕はうってつけの日の方が日本語として好きです。はい、で、このバナナフィッシュにうってつけの日、まあ、このナインストーリーズというのはサリンジャーが自分で選んだ自選の短編集でございますので、もう短編なんですよ。でバナナフィッシュにうってつけの日というのは一番最初に載っていて、非常に面白い作品でございます。まあ、ストーリーをあまり追いかけないようにはしたいんですけれども、まあ、一応ちょっとさらっとは追いかけます。で、あとネタバレあります。でよく言われます、斉藤さんの動画リニューアルしてからあまり見ないようになりました、なぜならネタバレだからと言われます。そういう方、ネタバレが嫌だなという方は大丈夫です、見なくて。はい、それに関しては読んでいただきたいので、ぜひ読んでください。で、一応ネタバレになってはいけないなと思う箇所の前では一応忠告します。はい、今からちょっとネタバレ箇所いきますよということを言います。できるだけネタバレっていうふうに、でもね、もう僕はネタバレ上等なんです、申し訳ない。有吉さんのサンデーナイトドリーマーを聞いてください。僕の意見と同じ意見を有吉さん言われています。このネット社会、ネタバレネタバレという人はですね、ネット社会では生きていけないと思うんですよね。だからネット見ない方がいいと思います。はい、ネタバレ上等ぐらいの感じでいないとなかなか苦しいんじゃないかなと。でネタバレが嫌だったら見ない、ネットを見ずに、すぐその作品に当たった方がいいというふうに思っております。はい、このサリンジャーのバナナフィッシュにうってつけの日、ストーリーはですね、ホテルにはニューヨークの広告マンが97人も泊まり込んでいて、長距離電話は彼らが独占したような格好、507号室のご婦人は昼頃に申し込んだ電話がつながるのに2時半までも待たされたという一文から始まります。面白い始まりですね。つながるのに2時半まで待たされたと。このご婦人、新妻、あんまり最近言わないですね、新妻ってね。新妻の、グラース家の新妻でございます。ミリュエルでございます。ミリュエル、非常に言いにくい、ミリュエル。はい、で交換手、昔はね電話なんか普通につながないですよ。まず間に交換手がいて、はい今つながりました、それでは変わりますみたいな感じですね。交換手というのがいたんですね。まあから電話があって電話をします。で相手はそのミリュエルの母親でございます。母親はとにかく心配をしているんです。ミリュエル、大丈夫なの、あなた大丈夫なの、心配の種は何？夫のシーモアです。ミリュエルの夫のシーモアでございます。はい、この夫のシーモア、今何をしているのか、浜辺で寝ています。バスローブを着ています。はい、なんで、浜辺でバスローブを着ているの、なんで、これは普通の意見ですよね。普通の疑問です。なぜ、風呂上がりでもないのに、外でしょ、バスローブを着ているの、なんで、これは普通の疑問でございます。はい、私が知るわけないでしょとね、肌があんまり白いからじゃないのっていうわけです。だから、まあだったらそれこそ火に当てて焼かなきゃいけないんじゃないの、脱がしてやれば、そのバスローブ、いや大勢のバカどもにね入れ墨を見られるのが嫌だっていうのよ、あの人入れ墨なんかしてないじゃないのね、ちょっとやばい感じのね、会話が繰り広げられます。ここだけ聞くと何のことだか分かんないんですけど、あの人また木を見て、大丈夫、木を見た時にちょっとおかしくならなかった、大丈夫、木は見てないわみたいなね、そういう会話もあって、会話だけ聞いてたら何のことだか分かりません。で話を進めます。同じホテルに泊まっている幼い女の子シビル、
はい、このシビル・カーペンターというんですけども、とですね、このシーモア、浜で寝てるシーモアですね、会話を交わし、そしてよし、バナナフィッシュを捕まえようというふうに提案します。バナナフィッシュ、何それ、知らないというシビルに対して、え、バナナフィッシュを知らない、君どこに住んでるのと聞くんですね。コネティカット州フォアリーウッドというと腹を突き出してまた歩き出した。コネティカット州フォアリーウッドかと青年は言った。ひょっとしたらそいつはコネティカット州フォアリーウッドの近くじゃないか。シビルは彼を見合った。そこがそのまま私の住んでるとこよ、じれったそうにシビルは言った。やばいですよね、やばい人なんだっていうのはもうすぐわかると思います。あれ、シーモアってやばい人なのかなというところですね。ちなみにバナナフィッシュってどんなフィッシュね、バナナフィッシュとはですね、バナナが入っている穴へ入っていくフィッシュでございます。あ、あいつかとはならないですよね。そんなフィッシュはいません、そんな魚はいません。はい、で、とにかくバナナフィッシュっていうのはね、バナナの穴に入っていく魚だというふうにシーモアは言います。バナナを大量に食べたバナナフィッシュはですね、その穴から出られなくなって中には死ぬやつもいるんだよというような説明をします。ところがね、そんな魚はもちろんいないのに、シビルはですね、ある波がファーンと来た時に、あ、バナナフィッシュがいたっていうわけですね。本当にそいつはバナナを口に加えてたかい。え、6本加えてた。そんなやり取りをするわけでございます。そしてシーモアはですね、シビルの足を持ち上げてですね、土踏まずにキスをします。やばいこらって言われますね。もちろんそうです、土踏まずにチューなんてしたらどんな幼い女の子であれです、こらっていうに決まってるですね。その、女の子がこらって言ったことに対して何と言ったか、シーモアはこっちこそこら、意味がわからないこっちこそコラについては全く意味がわからないです。そして2人は別れます、はい。ホテルの部屋に戻る途中、エレベーターでですね、ある女性と乗り合わせるんですね。その女性は鼻にですね、亜鉛化軟膏を塗っております、はい。これはおそらく日焼け止めで塗ってるんだろうということなんですね。そしてその女性に突然ですね、あなた僕の足を見てますね、変なクレームを言うんです。見てないですけど。いや、見てましたね。なぜ僕の足を見るんです、見てないって言ってるじゃないですか、今言ってるそばからまた見たみたいな、ちょっと変なやり取りがあります。変なクレームを言うんですね。何なんと、女性は途中で降ります、はい。そして部屋に戻り、トランクに近づき、そのトランクを開けて、こっからネタバレです。ネタバレ嫌な方は見ないでください。衝撃のオチがあります。いいですね、こっから見る方はもうネタバレ上等ですね。どうぞ。重なったパンツやシャツの下から 7.65 ミリ口径のオルトギース自動拳銃を取り出した。そして弾倉を取り外し、それを眺め、それからまた元通りにはめ込んだ。続いて撃鉄を起こした。そしてツインベッドの塞がってない方のところへ歩いて行って、腰を下ろすと女を見やり、拳銃の狙いを定め、自分の右のこめかみを撃ち抜いた。はい、ということでございます。衝撃の終わり。僕本当に、このナインストーリーズを読んだのも、まあ若い頃でした。20歳ぐらいの頃だったかな。読んで、何のその予備知識もなく読んで、最後えって声出たの覚えてます。そんな終わり方っていう、ね、衝撃の終わり方なんですけども、この作品はですね、ジョン・レノンの暗殺をした、マーク・チャップマン、それから、レーガン大統領暗殺未遂事件を起こした、ジョン・ヒンクリー、などが愛読書だったというふうに言われております。だからなんだというところなんですけども、それぐらい衝撃的なお話であったというところですね。で、このグラース家、グラース シーモアね、シーモアグラース、このグラース家のお話はですね、このシーモアが実は長男なんですね。で、この作品で初めて登場します、グラース家の人々は。で、これを皮切りにですね、いろんな作品に登場します。このナインストーリーズに収録されています2作目のコネティカットのひょこひょこおじさんというですね、作品にもですね、ほんとちょっとなんですけれども出てきます、はい。で、それ以外にもいろんな作品に出てくるんです。このグラスケって何かというとですね、5男2女
の大家族でございまして、全員が幼少時代にこれは神童、It's a wise child、ね、まあ、神童ってよく言うじゃないですかね、子供の賢い子供のことね、彼は神童だなんてもう今時言わないですけど昔はよく言ったんですよ、というラジオのクイズ番組に出演しているという設定でですね、高い知識と知名度を持っている家族なんです。これがよく出てきます。バナナフィッシュにうってつけの日に出てきてからですね、コネティカットのひょこひょこおじさん、それからですね、小舟のほとりで、フラニーとゾーイ、フラニーとゾーイなんて有名でしょ。あれ実は、そのグラース家のですね、フラニーは次女、ゾーイは五男でございます、はい、が主人公なんですね。そして大工よ屋根の梁を高く上げよ、シーモア女長というね作品ございますよね。これもシーモアのことが書かれている作品、非常にですねサリンジャーはこのグラース家について、たくさん、書籍を残しているんですけども、その一番最初の作品がこのバナナフィッシュにうってつけの日だったんですね。で、この作品考察がいろいろされてるんですよ。これが面白いということでファンの間では知られてるんですね。まあ、まずシーモアが第二次世界大戦で陸軍に従軍し精神を病んで入院していたけれども治らないまま退院させられた復員兵だということです。そこはまあ最初のお母さんとの電話でねやり取りで実はわかるんですね。で、シビルがですね、シビルとのこの関係性、あまりないように思われるんですけども、浜に行くまでの間にずっとシビルがですね、シーモアグラス、もっと鏡を見てっていうふうに言ってるんですね。シーモアグラス、これはシーモアグラスと非常に発音が似てるから、なんかわかるでしょ、そういう好きなものとか今夢中になってるものをなんか変な言葉遊びで違う言葉に置き換えて言ったりとか、とにかく口に出して言いたいみたいな、それぐらいこうね心をとらわれているというような状況なんです。だから非常にシビルは、シーモアに懐いているってことなんですね。で、バナナフィッシュね、ここに出てくる、まあ造語なんですけども、このバナナフィッシュって何、バナナフィッシュっていうのはですね、2語でバナナプラスフィッシュではですね、外イワシという意味があるんです。外イワシのことを言うらしいんですけれども、ここは1語なんです。1語でバナナフィッシュ、はこれ完全にサリンジャーの造語であるし、そんな魚はいないんですね。で、じゃあなんでバナナだったのというところなんですけども、まあ Go Bananas というですね、まあ慣用句が英語であって、まあこれは頭がおかしくなるという意味なんだそうですね。それで Go Bananas というらしいんですけれども、まあだからバナナではないのかなと。で、このバナナフィッシュがね、バナナの入ってる穴に行って食べ、ね、バナナを食べて大きく膨れて中から出られなくなったりする、これ何かっていうと戦地に赴く兵士の、まあ、比喩なのではないかなと。戦地に入ってしまってもうね、後先見えなくなってその中で死んでしまう人もいるという、まあ、いわゆる比喩なのではないかなというふうにされています。はい、でバスローブを着てた、ね、浜で着てた、あれはなぜか、まあ、おそらく入れ墨ではなく傷だろうと、ね、戦地で負った傷を隠すためではないか。でもそれを脱いでもいい、脱いで一緒に遊んでもいいというぐらいシビルといてとても楽しかった今日、それがバナナフィッシュにうってつけの日なんです。そういうことなんです。はい、でそんな楽しい気分だった、うってつけの日だったのに急に気分が変わったのはおそらくエレベーターの中だとされているんです。このエレベーターの中で何があったのか、鼻にね、亜鉛化軟膏を塗ったというようなことを言ったと思うんですけれども、この亜鉛化軟膏というのは日よけ止めのために塗っていたんであろうけれども、戦地では火傷や傷などに塗る軟膏薬としてね、薬として使われていた。その匂いを嗅いで一気に戦地に思いを馳せて、はっ、その記憶がバッと蘇って急に、まあ正直鬱になったのではないか、急に気分が沈んだのではないかというふうに推察されております。で急に衝動に駆られてあのようなラストシーンを迎えるというようなお話ではないのか。こんなに短いお話なのにいろいろ考察されるという、ファンの間でも非常に人気の高い小説なので、ぜひ皆さん、全部言ったからお前浜村淳かというツッコミあるかもしれませんけれども、最後まで見た方には、それ途中で言いましたから僕、ね、ネタバレしてますよということを言ってますからね、途中まで見てぜひ読んでいただきたいというふうに思います。導入だけ見てね、というわけで今日ご紹介したのはですね、サリンジャーの、バナナフィッシュにうってつけの日でございました。どうもありがとうございました。